俺が男みやき始めた理由はぶっちゃけた話をするとファックがしたかったからファックしたかったんよでまあファックができない自分女性に対して自信持って喋れない自分 まあそんな自分が情けなくて恥ずかしくて嫌だったんだよねうんそれが男目みやきにたどり着いた理由で日も手であることは正直な話つらいことうんつらいよだって俺らの DNA に刻まれてんだもんファックがしたいって フモテたいってだからその DNA のなんていうのその DNA に刻まれたこととは麻薬の状態にいるとそれなんか満たされないんだよそれなんか男として正常に機能しない感覚がするんだよねうんでこれが俺は鬱をもたらすと思ってるファックができない状態ファックができない男で逆にそいつがもしファックできるような男だったら 相当な外的要因がそいつに厳しい試練を与えてない限り多分打つにはならないと思うんだよね、うん、だってマズローの5段階欲求のニーズがほぼ満たされてるのも飲食10でしょでファック承認欲求、うん、もちろん自分が望んでないような女性をね 何体も何体も何体もさばいていくのはあのメンタルヘルスにとって俺良くないと思ってるうんただ、まあ、女性をゲットしようと思えばゲットできるっていう状態に男同士持っていくってことは大事なことなんじゃないかと思うんだねでそれが、ね、男同士できないと何、まあ、か乱されない部分がまあ心の中で抱えるっていうのが事実だと思うで俺はそれをかなり実感してたから多分この男み焼きっていうね あのまあ、素晴らしい道のりに参加することになったんだと思う、うん。で、今回のこの動画では、じゃあ最短でファックできる男になるために、お前がやらなきゃいけないこと、やるべきことってのを優先順位順に並べていくから。いい多分お前今、男みやきっていいじゃん、このね、あのワールドに入ってきて、ああ、ジョージ、何やればいいんだよ、おなきん、瞑想、コールドシャワー、ふンフン、ジャハーナルフン、ジャハーナルフ 何やってるるモテんんですかさん、ねまあ、こういうバカ,バカみたいなの、ね、質問するやつもいるからさあの何からやって何が一番その、ね、重要なそのじゃあ実際にファックできる男になるためにあの、まあ、インパクトがでかいのかその辺も含めてやっていくから今回、うん、だからこの動画を見たあとはもうお前何やるべきか分かるよもしその今最短でモテることが何よりも目標なんだったら、うん、何やればいいか分かるよ何から取り掛かればいいか分かるよ うん、もう迷わない、うん、ただもうこのね5分間に当たってプレゼンするけどこの5分間すら集中持てないんだったら何やったら無駄です何やったら無理です、うん、もうプリキュアでも見てさシコシコすればいいと思ううん、ね、マリオのピーチ姫とねシコシコすればいいと思う以上最速で持てる男目焼き10ってことで、えー、これから話していくんですけどもうねゴミみたいなイントロなしに、あのー、早速やっていきたいと思ういい お前が一番最初にやるべきこと、うん、じゃあ今からモテたいです今どん底にいます何すればいいですかジョージさん一番最初に取り掛かること、ね、モテることがモテフォーカスなんだったらね、うん、今すぐモテたいんだったらお前はまずやんなきゃいけないことはこれ1位です 清潔感清潔感の線間違えてね <laughs> 清潔感の線間違えた <laughs> うん清潔感具体的に何をしていけばいのかまずヘアカットヘアセット眉毛整える匂い対策 爪、えー。歯。肌。なんだけリストリスト書いてるからちゃ,んち,ゃんとちゃんと用意してっから俺。アドリブやってないからちゃんと用意してっから。ファッション。こんなもんです。いい お前がモテたいんだったらまず今すぐに取りかかるべきことはこれです。ヘアカットヘアセット眉毛匂い爪歯肌ファッションいいこれが1つでも崩れてたら1つでも整ってなかったらお前は男としてアウトです。 もうもはやそのスタート地点にすら立てません。一瞬で女性が引きます。一瞬で女性が遠ざかってきます。なぜなら、お前に清潔感がないから。で、女性のどのアンケート見ても分かるけど、清潔感がナンバーワンのトップランキング1位にきます。いい男性、はい、男性現れまして、一番最初に目につくのは清潔感です。これ、議論の余地ありません。だから、清潔感が整ってなかったら、お前はアウト。うん。 もうその先のパーソナリティもその先のお前のなんか成し遂げてることも何もかも関係ない。だって臭いんだもん、汚いんだもん、整ってないんだもん。いいで、こんなん、1日で済む。1日で済む、これ、全部。整えるのに。1日で済みます。ヘアカったはい、1日で済みます。ヘアセット1日で済みます。眉毛1日で済みます。匂い1日で済みます。爪1日で済みます。歯、ま、歯もし今、あの、ね、あののー、ね結構やばい状態にあるんだったら歯はもしかしたら1日では済まないかもしれない。 ね、矯正しなきゃいけないかもしれないし、クリーニングしてね、歯、黄色に直さなきゃいけないかもしれないし、ホワイトニングしなきゃいけない。まあ、とりあえず、じゃあいいよ、歯と、まあ、肌もそうだね。肌も今すごいボロボロになる状態になったら、まあ、一日でならない。ただ、ほとんどのものは一日で済みます。やってください。うん。で、この歯と肌に関しては、もう今から今日から綺麗な肌、綺麗な歯を手に入れるように努力してください。うん。で、俺、歯の矯正に関して結構質問もらうんだけど、 やるべきだと思うもし致命的に歯並びが悪いんだったら俺もやった。うん。やったよ。俺好きっぱだっためちゃくちゃ。で、これは清潔感の一部としてやるべきだと思う。うん、だって歯並びが崩れてると全てが崩れてるように見えちゃうんの、うん。で、お金かかるよ。お金かかるけど、あの一番先にやる,ことだやるべきことだと正直思ってる。もし ね、今持てることが自分,の自分にとってのフォーカスじゃないんだったらやんなくてもいいよ。ただ今持てたいんだった今この心の奥底から来るこの欲求を満たして、他のことに集中持てるような男になりたいんだったら、まあ歯は大事なんじゃないかなもう、うん。白くて歯並びの整った綺麗な歯。で、それに対する投資は確かにお金がかかるもの。でも最近はマウスピース矯正とかも言って、俺もやったけど、あのインビズラインね。 普通の競争が100万200万するのが多分40万とかでできるからいいそのう見つけてね俺スポンサーとかじゃないけど見つけてやってくださいねリンクも何もないよいい自分で見つけてやってくださいうん歯並びね歯の白さを手に入れたらもう一気に清潔感出ますであとはもう一日でできることでしょね YouTube 調べてくださいヘアセットの仕方ヘアカットの仕方ファッションファッションも別にねグッチー全身グッチーにする必要はありません <laughs> ユニクロ GU ザラファッサファッションで OK です、ね、でまあ靴はまあナイキとかちょっとまあ分かるブランドにした方がいいかもしれないけど、ね、靴も綺麗なの履いてくださいいい要するにお前がやんなきゃいけないことは男として整うことね綺麗になることです、はい、だから汚い要素は全て消してください汚さイコール悪です終わり汚かったらうん シンプルに見出し並みを整えるってこと。で、ファッションに関しても、上ョージアどんな服着るべきかかりませんっていう人いっぱいいると思うけど、あの、この前ね、ディファレントのね、オフ会で、あの、すごいいい、あの、まあ、情報をくれた人がいるんだけど、インスタグラムで、インスタね、インスタで、ハッシュタグで、メンズファッション、メンズファッションでしないでください。そしたらばーって出てきます。で、最近に関しては、めちゃくちゃその、いい価値を提供してくれてるファッション系のインスタグラマーがいて、GU の、 このコーデを、自由のこのアイテムをこのアイテムと組み合わせたら合計いくらでこういったスタイルができますみたいな、ね。めちゃくちゃ分かりやすく、もう脳死でもまねすればいいっていう状態を作ってくれてるから、インスタグラムのファッション系の人たちが。いいその中で、あ、これかっこいいなと思うものがあったら自分の予算に合わせて買ってください、それを。じゃあ、ましてください。以上、ダン。ダン、ダン、ダンもうダン、簡単。 ね、何ももうお前の,そのファッションセンス磨かなくて大丈夫なんだよ、もういい。真似しちゃえばいいんだよ。で、真似してって、まあ、その後から自分にとって、あ,のあ、じゃあこういうのも試してみたいな、こういうのも試してみたいな、あ、こういうの,あこの、このアイテムおしゃれだなってなったら買って、それで組み合わせていけばいいわけよ。あ、ね、とからそのファッションの感性で磨けばいいから、今この時点でやるべきことは、とりあえず、誰かを真似するってこと。以上。ね、はい。 ファッション整えました。はい、髪型整えました。ヘアスットできるようになりました。眉毛整えました。ね、清潔感あります。ね、臭くありません。ね、脇がなんだったらデオドラントをつけろ。いい脇がじゃなくてもデオドラントをつけるべきだと思う。ね、多分お前臭いから。いいでその辺徹底して、ちゃんと1日3回歯磨いて詰め切れば、お前はスタートラインに立てる。うん。ジョージさん、どの髪型がいいですか容死に聞けって。ね ある程度、レビューの高い美容室行って、僕にとって似合う髪型ちょっと分かんないので、似合う髪型にしてくださいって言え。相談しろ。お前は自分の頭の、その、自分の脳みそを信じるなんて。お前はまだそのレベルにいないから。いいまずお前がやるべきことは、実際に、かっこいいを作れる人に、かっこいいを学ぶこと。で、真似をすること。ね。その後にやれって、自分のかっこいいは。うん。とりあえず、スタートライン立たなきゃいけないから。いいはい。以上です。一番目、清潔感でした。 で、これがなかったら何やっても無駄です。で、これは一日で整うものです。ほとんどのものが。いいだから言い訳なし。今すぐやってください、うん。2つ目いきますか。2つ目は。生活習慣です。ここで動画撮ったらお前バカだよ。 なんで生活習慣が重要なのか。なんで俺がこの YouTube して何百回も繰り返している睡眠、食事、運動、筋トレ、その辺、ねちゃんと、ちゃんと水を飲むが大事なのか。これはなぜかというと、さっき話した清潔感に出てくるから。清潔感に影響してくるから。生活習慣イコール清潔感だと思ってください。生活習慣が崩れたらお前の肌がボロボロになります。歯がボロボロになります。むくみます。ブスになります。太ります。 もしくは、ガリガリのまま、体臭も増えます。関係ないように思えて、めちゃくちゃ関係あるわけよ。で、女性は本能的に、その男性が健康的な男性であるかを判断しても、なぜかというと、健康的な男性とじゃないといい子供が産めないから、健康的な男性じゃない人と子供作っちゃったら、その子供が健康的じゃない可能性が高くなるから、いいからめちゃくちゃ見てるわけよ、その相手が健康的な男なのかどうか。 いいヘルシーな男なのかどうか。で、生活習慣が徹底的ないやつっていうのは、健康的じゃありません、ヘルシーじゃありません、それは見た目で一発でわかります。ねしこってるやつ一発で何でわかるか。そいつらは生活習慣が徹底できてなくて、顔に出てるから肌に出てるからすべてに出てるからなんだよ。ねオーラに出てるすべてに出てるんだよ。いいで、一発でかぎ分ける。これ女性特に敏感よ。一発でかぎ分けるよ、お前がヘルシーな男なのかどうか。うん。で、ヘルシーじゃない不健康、一瞬で魅力落ちます。うん。だから、お前が、 1>, あの1番目の清潔感の次に徹底するべきことは生活習慣です。まあ、同,時変同時進行だね、これ、うん、どちらかというと。で、この生活習慣の中でお前がやんなきゃいけないことは睡眠、食順運動、水、この辺ね、徹底してください。食事、加工食品、サラダ油、砂糖、もう分かるよね、大体。体に悪そうなもの、お菓子、ジュース、菓子パン、揚げ物、そういったものを排除して、 代わりに地球の恵みから取れるものを食ってください鶏肉牛肉卵野菜米いい加工されてないよね,ねあその肉とかの中の加工されてるものあるけど加工されてないその何も味付けがされてない状態の肉を買ってくださいそれでそこにお前が自分自身でピンクソルトだったりコショウだったり、まあ、パプリカだったりそういうね味付けしてってくださいいい楽をするなちゃんと自分で準備しろ で今言った、この一つのアドバイス整ったら、お前は生活習慣、飲む食事という部分はクリアできる。加工食品やめて、地球の恵みから重要な栄養素というのを取っていくってこと。いいたん質は体の2倍以上、ね。脂質は体重と同じ。例えば、80キロだったら80グラム。ね、で、炭水化物は、あのーまあ、炭水化物はまあ人によって変わってくる、ね、その自分の目的によっては。ただこの、とりあえずタンパク質と脂質を、この体重の指標に合わせて取っていれば、お前はテストステロン。 上がりますねっテストステロン上がりますでそれがお前のオーラに出るお前の肌にも出るお前の健康度に出るすべてに影響するわけよね徹底してください食事ねで睡眠はもう前回の動画前々回の動画でめちゃくちゃ喋ってるからあんまり喋りません睡眠とってないと不イクになりますね不健康になります分かるでしょうもう言わなくても分かるでしょこんなことねで水人間の体の8割は水でできてます俺らの体は8割水でできてるわけだからその水が不足したらお前のパフォーマンスは落ちる お前の能力が落ちるお前の体の全てに支障が起き始めるね肌の張りがなくなる脳みそが回転しなくなるブスになるエネルギー落ちるおとどしのレベルが一気に下がりますね不健康そうになりますちゃんと水を飲んでください、まあ、少なくとも23リットルいや2リットルは少ない3リットル以上うん3リットル以上飲んでくださいね体で外して4リットル飲んでください、うん、もう常に水をね手の届く位置に置いて飲むわけよは <laughs> いいでうん次行こう運動人間は動く生き物ですで何百回も話してきたからもうこのまんまりしゃべっもらはないお前運動しなかったらお前不健康になるいい以上不健康になったら清潔感が落ちる、はい、運動してくださいで運動の中でおすすめなのは筋トレですでそれが次につながっています最短でモテるためにやるべき男目焼き3つ目筋トレですまず人間は 人間として運動しなきゃだめってところね。これ一つね。運動してないやつは雑魚。運動してないやつは弱くなる。運動してないやつは不健康になる。いい分かったでしょでその中で、じゃあなんで筋トレが一番いいのか。ね。筋肉量が増えることでテストステロンが増えます。テストステロン。ね。で、テストステロンが増えると、お前の男としての魅力、お前、モテホルモンですこれは。で、どんなモテる人を想像しても、テストステロンが高そうな人です。 で高い人です女性もこれをすぐ鍵を分けます、ね。で、なんか実験があって、テストスロンが高い人が着た T シャツを30日ごとかにその女性に渡して、そのどっちの T シャツがいいですかって言ったら、テストスロンが高い方が選んだみたいな、こんな意味わかんない研究結果も出てるぐらいなんだよ。これ、ガチないよ。いいで、そのテストスロンを高める、一番効果的なのは筋トレなわけよ。で、筋トレをすることによって、 も健康ににななるるしそれ以外に重要な要素も整ってくる、ね、筋トレしてるからこそ食事の管理にもちゃんとね意識を使うようになったりねプロテインちゃんと飲むようになったりとかそれ以外でも、まあ、生活習慣徹底するあねああじゃあ明日筋トレできるようになるためにちゃんと寝ようとか相乗効果がありますねこの123さっき話したけど清潔感生活習慣筋トレって全部繋がってますいい1が崩れたら3はできない2が崩れたら3ができない2が崩れたら1ができない1が崩れたら2ができないだから全部繋がってるわけよ でこの3つさえやったら、もうお前はスタート、多分スタート地点に立った。やっとスタート地点に立った。<laughs> この3つやってなかったら、相当なイケメンじゃない限り。生まれ持って。相当テストスロンが生まれ持って高くない限り。まあ厳しいと思う。特にこの動画を見るような男なんだったらお前が今、厳しいと思う。ね。もともと生まれ持って、ね、最高の遺伝子持ってるやつってのは、こういったの見ないから。こういったの見ない人も持ててるから。努力しなくても持ててるから。だからこいつは努力の仕方もわかんないから。 いいでお前はそう,そうではないと。だから、こういったところ徹底していくってこと。いいはい、1、2、3。やりました。これ、ちなみにランキングだからね。1二2位、3位だからね。1い,い。1, 2二3位だけど、まあ、ほぼこれ全部1位だと思ったらいい。今の3つは1位。1位。一位が今話した3つ。うん、はい。次行くよ。オナキン。 なななぜお泣きにしなきしゃいけないけのか今話した3つって努力だよね多くの人にとっては普段やってないことじゃんだって今話したことが自分にとって努力なものだったらお前をお泣きにしないと多分その3つの努力はできないと思うなぜか教えてあげるよお前が毎晩のようにしこってたらお前のその普段抱える欲求っていうのはどれだけ薄れるファックしたいんでしょ ファックしたいけど、自分で毎晩しこってます。じゃ実際に本物の女性を抱く。本物の世界に出かけて女性をゲットする。それに対する意欲どれだけ薄れるだって達成してんだ、毎晩自分で。ねああ、じゃあ達成してます。自分の欲求満たしてます。はい、1、2、3の努力が目の前にあります。やりますかああ、やらなくていいや。で、やらなくていい理由めちゃくちゃ見つけるようになると思うんだよね。もしこんな気にしなかったら。 逃げると思うんだよねただ、おなきにしてて、じゃあ、普段から自分の欲求満たしてません。じゃあ、どうやってその欲求満たすんですかあじゃあ、俺は努力をしなきゃいけない。はい、じゃあ、1、2、3、徹底します。シンプルなわけよ。シンプル。だから、これが4つ目に来る。4位。4位だけど、まあ、ほぼ2位みたいなもん。うん、まあ、ほぼ1位だねおなきんも。<laughs> 今のところ全部1位だわ。<laughs> よっし、じゃあ、次いくか。5番目にお前がやんなきゃいけないこと。 これはもこの1、2、3、4が徹底できました。まあ、それか、まあ同時変、同時進行でもいいかな。次のお前がやらなきゃいけないことは、コミュ力。コミュ力を見分かなきゃいけません。うん、お前がもし一日中引きこもってゲームやってます、誰とも喋ってません、友達いません、孤独です。それはコミュ力落ちるんだって。だって喋ってないんだもん、ね。サッカー選手と一緒、サッカー選手ボール蹴るのやめたら、サッカー下手になるでしょ。 俺すごく驚く、いつも1年分、2年分にサッカーやると、俺こんな下手になってんだって、うん。それぐらい使ってないものは衰えるわけよ。いいだから、コミュ力使ってなかったら衰えます。逆に使えば使うほど上がります。うん、で、じゃあ女性って考えたときに、コミュ力がない男、どれだけ魅力落ちると思うコミュニケーションができない男。で、どれだけそれがひもてのサインを送ると思う、相手に対して。 まともに喋れませんまともに目が見れませんまともに堂々と振る舞えませんせっかく1234が徹底できててあこの人かっこいいかもしれないと思ったのにコミュ障ですってなったら一気にそのランク落ちるんだねでよくよく考えればわかると思うんだけどじゃあ女性と交流していきますどうやってゲットするの力づくで「うん!」ってやって「あイエーイ!」ってやるの じゃないでしょ。コミ力なんだよ、そこにたどり着くためには。いいだから、1、2、3、票が整えたら、お前はコミ力を磨かなきゃいけない。実際にゲットするために女性を。うん。で、多分、こんなこと言っても、多分今、現時点でお前、コミュョすぎて、男とすら、まともに喋れないんじゃないかと思う、今、この現時点で。だから、お前がやるべきことは、しっかり女性、うこうまあ、女性と交流的には女性とも交流した方がいいけど、まあ、とりあえず、 男とまともに喋るようになってください、うん。友達作ってください。顔を出してください。外の世界に出かけてください。コンビニの店員さんに目を見て挨拶してください。ありがとうございますって言ってください。今まで参加したことなかったコミュニティに参加して、そこで誰かに一言声かけてみてください。会話をしてみてください。で、会話維持できません。そしたらじゃあ次喋りかけるとき、会話維持できるように練習してください。うん。何度も何度もチャレンジしてください。 それは1回、2回しか人に声,声かけたのがなかったらそこからどうやって会話を発展させていくか分かりません。お前は会話を発展させる、会話を維持させることができるようになるためには実際に会話を練習しなきゃいけない。だから何度も何度もチャレンジして失敗覚悟で失敗覚悟だよ。最初の1回、2回はそれは喋れないなってまともに。コミュ力ないんだって、だってコミュ力使ってないんだもん。うん、だからお前がやらなきゃいけないことは、失敗覚悟で、ね、途中で気まずい雰囲気になる覚悟で、しんと,となる覚悟で人に喋りかけて、 で、会話を練習する。で、会話がもし死んじゃったら、家帰って、なんで会話死んじゃったんだろうと思って、じゃあ次どうするか。ね。考える。どういう質問するか。考える。何がダメだったのか考える。で、何度も何度も練習する。何度も何度も人に声かけていく。これしかソリューションありません。ね。サッカー上手になるためにはボールを蹴るしかありません。コミュ力も一緒。ね。だから、1、2、3、4がクリアできたら、お前はコミュ力をマスターしに行ってください。 で、すっ飛ばしちゃダメだよ、ね。今すぐコミュ力つけられるって言って1234すっ飛ばしたらお前多分無理だよだテストスロン低いもん生活習慣悪いもんどうやってそんなやつが実際に外の世界入れて、あのー、誰かに喋りかけるっていうちょっとリスクのある行為ちょっと怖いことをできると思うテストスロン低いやつが正常に機能してないやつがうんだから1234クリアできてから5のこのコミュ力に手をつけてってくださいよ まあそれもしくはまあ同時進行、せめて。うん、で、まあ、ある程度、ね男としゃ、男とは普通に喋らなってきた。そしたら初めて、六女性経験。これを積みに行ってください。何でもいいです、もう。うん、もうごちゃごちゃ考えないどうやって出会えばいいですか、考えないで、女性と交流できる可能性のあるところに、とりあえず顔を出してください。ね マッチングアプリもでもいいし、えー、なコミュニティでもいいし、飲み会でもいいし、なんでもいいから、とりあえず女性に触れる,ふ女性に触れる回数を増やしてください。触れる回数で、今、お前の頭の中で作り上げてる妄想を全部取り払えるようにしてください。女性は普通の単,単なる生き物です。男性と同じように生き物です。ね、神秘的な存在ではありません。普通にうんこするし、正面するし、あの朝起きたら口が臭いわけよ。 ね、お前は今現時点で女性をリアルな存在で見てないからそれを神格化,化してる、ね、ファンになってるだからコミッションになるわけよだからまともに喋れないわけよだからすぐ顔が隠れないわけよこれはまさに俺の昔の自分過去の俺いいそっから抜け出すためには実際に女性と関わって女性が普通の生き物なんだって分かること で普通に会話すれば普通に会話できるなって分かること。で、あとはもう実際にデートでバカズを重ねってことだね。どうしたらデート上手にできますかどうしたらリードできますかどうしたらデートで会話盛り上げられますか練習、バカズ。ねさっき話した1、2、3、4、5、整えた上で、この段階に来たらお前にはバカズが必要です。うん。 デート1回もしたことないやつ、そりゃデート行ったら緊張します。女の子と喋れません。もちろんのことです。セックス今まで1回もしたことありません。それはできませんよ、上手に。みんなそこを乗り越えてできるようになっていくわけよ。そんな生まれつきセックス上手なやつはいないんだよ。ね、センスあるやつはいるかもしれないけど、いないんだって上手いやつは、もともと。いないんだって、もともとデート上手なやつは。ね、失敗を重ねて、勉強して成功体験を得て、初めてその、 とこにたどり着くわけよお前がやろうとしてることは、それらものをすっ飛ばして上手になりたいですって。バカなの。ね無理。だからお前がやんなきゃいけないことは、ね失敗覚悟で。ねこのデート多分お、おそらくうまくいかないかもしれない。ね初めてだから。それは当然のこと。男としてこれを通ってか男としてこの道を通っていかなきゃいけない。それ分かった上で行くってこと、とりあえず。ね俺も怖かった。俺、デート、俺ずっと行けてなかった。怖すぎて。相手にどう思われるか。相手にね、ね しょぼい男って思われないのか、ひもてってもらえないのか、コミショってすごいそういうのは怖くてデートの爆発を積み重ねることはできてなかった。うん、ただそれらのものをも,もういいやっつって。いいよ、どう思われても。って言って、何度も何度も積み重ねてって初めてできるようになってった、うん。お前プライドが高すぎる、完璧主義すぎる。失敗覚悟でいけって。失敗覚悟でやれ。 うん。でそれもしかしたら成功するかもしれないし成功しなかったとしても失敗から経験で、ね、学べるだろうし、ね、失敗を失敗だと思うなって成功してんだお前その時点でチャ,チャレンジした時点で、うん、だって、ま、なんか学ぶものがあるわけじゃん失敗してから、うん、結びつけるなって失敗イコール自分はもうダメな人間なんだっていや失敗をその絵にいける男って点でもうお前は自分を誇りに思った方がいい うん、そのマインドセフトをシフトしていかないと。うん、いいだから、1、2、3、4、5、できるなっていったら、もう、これを絵に、何度も何度も爆発を重ね,重ねる工夫をしてください、うんね。俺は恋愛コーチじゃないから、これ以上詳しくは言わないけど、でも、そんな難しいことじゃないと思う。ね、マッチングアプリ、やるんだったらまともな、そのまともなプロフィール写真撮れって。 <laughs> モテる男が使ってそうなプロフィール写真を完コピしろって、うん、自分のプロフィール写真見てモテそうな男に見えなかったらお前はおそらくマッチしないよだってモテそうじゃない男なんだもん <laughs>、うん、モテそうな男にならなきゃいけないんだよマッチするためには女性は求めるモテる男を求めてるわけだからだからモテそうな雰囲気を出せるような写真を撮るってことファッションをするってことで清潔感を持つってこと でそれを、まあ、実際にインターネットの世界に提示するってことそしたらマッチするよ、ね、でストリートナンパとかその飲み会ナンパとかコミュニティとかも全部そう12345さっきのやつ徹底してたらおそらくお前スタート地点に立ってるから喋りかけたらおそらくポジティブな反応を得られるあとはお前が、ね、金玉握って実際にデートを誘う連絡先交換する、ね、男として男が取るべき行動を取るってこと 失敗を恐れずに欲しいものを奪いに行くってことやるべきことやるってこと、ね、きついよつらいよただその道を行かなかったらお前はファックができないところになってしまうで最初話した、まあ、残念な自分に戻ってしまう残念な自分のまま,までいてしまう本当はは自分は こういうことがしたい、ああいうことがしたい、それらのことが全て達成できないまま終わってしまう。残念だよね。うんで。俺はお前にそういった残念な状態になってほしくない。だから、辛いのは分かる、きついのは分かる。でもやってほしい。いいで、このステップに行くのがすごく難しく感じてるんだったら、俺、ミ見力自身マスターコースというのを用意してるから。うん。で、最初の部分は無料だから。その無料の部分だけ見て、とりあえず、まあ、そこでもっと詳しく学んでください。 ここまで話したことが最短で持てる方法。で、残りの4つは、それにブーストを与えるもの。ね。今話した方実際、もう土台中の土台なわけよ。やってなかったらできないわけ絶対。うん。ただもしかしたらお前致命的に身長が低いかもしれない。致命的に顔がブサイクかもしれない。致命的に、まあ、何か、その、ハンデがあるかもしれない。それか、 もしお前がより上の女性、上のランクの女性に相手してもらいたい、ね、もっとよりそのモテをブーストさせたいっていう人は、これから話す3つ、4つ、もうマスターしていくといいんじゃないかと思う。7つ目、金、収入。これ、みんなが背けたくなるような部分です。 正直な話、今の1から6をマスターできてたら25歳以下は多分、どうにかなると思う。うん。ただ、まあ、金収入が高ければ、よりモテる。うん。なぜなら女性が本能的に求めてるものだから。ね。供給できる男。何かあった時に助けれる男。余裕のある男。ね。これ、収入大きな部分を占めてるわけよ、それは。 だから、まあ、25歳以下にとってはもうブーストだし25歳以上にとってはまあもうもはや必須条件になってくるなぜかというと女性も年齢,を重、ね、年齢を重ねることによってより結婚のことを考えるから、うん、結婚考えた時に月収100万あるやつと20万あるやつ見たらそれはこっちの方がその女性の人生に安心感与えるよねうん だからこっちで選ばれるわけよもし同じスペックだったらそれ以外の部分が、うん、もしくはスペックがこっちの方が低くてもこっちの方が安心感あるからこっちで選ぶわけよ、うん、だからお前はここに全力を注がなきゃいけないで実際にこれをアップさせるためにはお前は一旦女を忘れなきゃいけないかもしれない女を忘れて自分を焼く期間を設けるべきかもしれない なぜかというと、簡単なことではないから、金、収入を上げることは。うん、俺自身、半年は一切セックスしなかった。うん、それ以降も今、今現時点でも女性,に女性を追いかける時間ってのはほぼない。女性との出会いを作りに行くことはほぼない。それに努力を費やす時間はほぼない。なぜならこっちに今集中してるから。うん、月に1回から2回、自分にもう。 すでに興味を示している女性をと、まあ、時間を過ごすことはあるけどそれにも気をつけてるなぜならさっき話した通り自分の生物としての目標を毎日のように達成してしまってたらこれに裂くリソースがなくなってしまうから裂く時間がなくなってエネルギーがなくなってしまうからでもこれが上がれば上がるほどモテるのは事実だと思うも,もちろんねそれ以外の要素も超大事だよただこれは確実にお前のモテにブーストをかけると思う逆にだよ 逆にこれがなかったら、お前のモテにかなりデメリットを与える、うん。いくら1から6、さっき話した1から6を守ってたとしても、お前に金がなかったら、お前が実家暮らしだったら、お前が借金抱えてたら、一気にだらしがない男に見えてしまう。だらしがない男。だらしない。ね、特に25歳以上で。 25歳以上で金ないは、だらしないように見えてしまうから。今まで何してたのってなるから。何も積み上げてこなかったのってなるわけだから。で、何も積み上げたか、何も積み上げてこなかった男性を将来的なパートナーとして見るのは女性からしてもリスクなわけよ。危険なわけよ。うん。だから選ばれない。だから、ここも重要になってくる。ただ、今回はモテフォーカスの話をしてるから、こういう順位になってる。いいうん。だから、まあ、そうだね。 7番目、金収入、そこに見分けをかけるとうこと、うん。8つ目、8つ目、英語。まあ、英語じゃなくても、第二か国語。これが何をもたらすかっていうと、賢く見えるんだよ、英語喋れるだけで。うんまあ、それがかなりの加点要素の一つ。で、2つ目が、これって努力の結晶でしょ、まあ、かっこいい体もそうなんだけど。 あ努力ができる男性次に幅、ね、英語喋ゃるってだけで英語圏の女性全員と付き合えるようになるんだよ、うん、超幅増えるよねで女性その英語圏の女性からもモテるってなったらかなりその人にとってのマーケットが増えるだけじゃなくてその日本人の女性からもあこの人英語の,その英語圏の女性も引きつけるようない男なんだっていう点であのステータスが上がるわけよでかつ問題解決能力としても、まあ、英語喋れたら、まあ、どっか行った時に安心感 ね、まあ確かにほかの,の,のものと比べたらそこまで優先度は高くないけどでもかなりブーストをかけるものだと思うかつお前の収入を上げる可能性も上がる収入も上がる可能性高くなる、うん、もし俺英語できなかったら多分この YouTube は成り立ってないし、あのー、今ほどの収入はないと思う、うん、シンプルに無理やったと思う英,英語圏の情報を俺かなり集めてるわけだからこの YouTube どうやって伸ばすのかもそうだしすべて俺がかけてきたお金オンライン講座にかけてきたお金オンラインサインにかけてきたお金集めてきた情報全部英語だから俺 うん、最先端なわけよ、英語はなんだかんだ、結局。俺の弟もボディービルディングに関する情報発信してるけど、全部英語から、全部英語の論文、英語のポッドキャスト、海外系のボディービルダーから情報を取り入れて、最新の情報を提供してる。だからこれできるだけで、かなりいろんな面で幅増えるから。うん。で、モテに、それが結果的に、かなりブーストをかけると思う。いやしんべヱかっこいいよね、英語喋れたら。どう もちろんね、納得しない人もいる。関係ないと思うやつもいるかもしれないけど、まあ、多くの女性にとって英語喋る男性っていうのはかっこよく見えるっぽいから。うん、9位。人気。フォロワー。知名度。これも事実だよね、うん。もちろん、その、フォロワーの 方方方だったり知名度のの人気の得方その辺のねやり方にもよってくるけど基本的に声らものを揃えてる男っていうのは求められやすいです。うん、なぜなら他の人がフォローしてるってことはその人がリーダーってわけだからねその人に人気があるってわけだからその人が、まあ、要するにモテるってわけだからいろんな人から。うん てなると女性の目で、あ、この人は価値の高い男なんだっていうふうに、まあ、自動的につながるから、これはものを抱えてる人っていうのは、まあ、よりモテやすくはなる、うん。例えば、なんとかマッキン・ユー言うと、まあ、なんとかマッキンにめちゃくちゃ似てる男がいたとして、あのーまあ、モテるのはどっちかって言ったら、なんとかマッキン・ユーなわけよ。それか、じゃあクリスリ、クリスティアノ・ロナウドがいたとして、クリスティアノ・ロナウドに似てるやつがいたとしたら、クリスティアノ・ロナウドなわけよ。モテるのは。シンプルでしょ。だから、 フォロワーがいるバージョンのお前とフォロワーがいないバージョンのお前だとフォロワーがいるバージョンのお前の方がモテるって話、うんで。ブーストをかけるって話ね、これも。だから、よりモテたい、ね、っていう人は、まあ、これらのものをまあどうにかして獲得していくっていうのも大事なんじゃないかと思う。で、これうらうのを獲得する方法は価値を与えるってことです、ね。面白いとか、ためになるとか、モチベーションを与えるとか、勉強になるとか、そういった価値を SNS を通して発信していくと、お前は必然と価値を提供してるわけだから、その価値に人が集まってきます。で、フォロワーになります。ね、で,価値ができるて、価値を提供できる男としてみなされて、より持てるんだと。これ、クラスでも同じことが起きてるよね,ね。クラスの人気者と、クラスで人気者じゃないやつがいたら、クラスの人気者が持てるって話。シンプルなんだよ。生存確率が高いから、人気者の方が。人気者、例えば何かあった時に、誰か助けてくれるわけよ、人気だから。ね、だけど、全く人気じゃないやつがなに、人気じゃないやつに何か起きた時は、その、 助けけてもらえるる可能性が減るわけよなぜなら知られてないから知名度ないから、ね、そういったのが、まあ、実際、まあ、事実としてあるので、えー、より表にブーストかけた人は、まあ、人気、フォロワー知名度っていうのも高めていくべきだと思う、うん、ただ優先順位的には低いよね、うん、さっきの8つの中と比べたら、うん、それにこの人気あったり知名度あったりフォロワーっていうのはまあ弊害も出てくるからいい、ね、外出たら誰か認知されるってところ 面倒くさいと思う人もいるんじゃないかと思う。そんなの欲しくないっていう人もいるんじゃないかと思う。だからまあ全員にあの、全員が取るべき、なんていうのかな、全員が目指すべき目標ではないと思う。うん、それが欲しい人だけ目指すい,いんじゃないかと思う。最後、10個目。特技。これも、ブーストをかけます。特にこの特技っていうのはあの、なんか変顔とかよりかは、例えばね、モテそうな特技ってあるんじゃん。ピアノとか、ねね、歌曲、歌えるとか。 ギターとか、か全部音楽になっちゃったけど <laughs>、ね。あ、なんだろう。絵を描けるとかでもいいんじゃないえううーん、まあ。スポーツとかもありだね。スポーツ。ただ、こっちの方があれかもしれない。素人、そのプロだったらもちろんこっちは勝つけど、普通のできますよ程度だったらこっちの方がモテると思う。うん。 サッカーできますよ程度の人よりかはピアノできますよ程度の人の方がモテるってところえピアノ弾けるんだってなるからねギャップみたいな感じだから、まあ、こういったなんかモテそうな特技を身につけるのもありなんじゃないかと思う、まあ、格闘技とかでもいいんだね強いって言うてんよ強さで格闘技で逆にモテない特技もあるから例えば <laughs> ゲームとかゲームとか別にうまくてもうまくなくてそのそのかっこいいとはな,らないじゃんゲームが強くてねゲームとか ああなんだろうまあオタクチックなオタク系の特技はあんまり持てないと思う正直なところまあオタクな女性には持てるかもしれないけど、うん、例えばまあなんかパソコン系でめちゃくちゃねパソコン系の人とか、ね、ハッカーとか、うん、なんかまあプログラミングできるとか、まあ、そのかっこいいまあないよりかはあった方がいいかもしれないけどまあさっきのねピアノとかギターとか歌えるとかそういったのと比べたらまあそ,う、ね、そこまで ブーストにはならなならいいかもしれない、うん、そんな感じかなまとめると1から6ね1から6清潔感生活習慣筋トレおなきんコミュ力女性経験この6つはそのモテるためにまっすなことやってなかったらスタートラインにすら立てないでその上でそこにモテをブーストさせる要素としてまあ金収入英語知名度人気特技があるって感じ順番的にはこの順番でやっていけばいいんじゃないかと思う 1>, で1から6までやって、もしそれでもモてないのだったら、お前にはよりそのもてをブーストさせるために、さらに他のものに手をつけた方がいいかもしれない。うん、で、今、25歳以上で、自分の収入が平均以下の人は、もう、まあ、1から6はある程度やるべきかもしれないけど、それ以上に先にあの、まあ、7の金にフォーカスした方がいいと思う。で、25歳以上、今、例えば学生で、将来的に絶対モテるようなかっこいい男になりたいっていう人は、もう現時点でここに手をつけるべきだと思う。 ちなみに俺は最初123456の順番でやってってそこがある程度クリアできたタイミングでもうすぐここに来たすぐここに集中した全部でこの前コミュニティの中で質問があったんだけどじゃあジョージさん僕今、あのー、お金にフォーカスしてますだけど女の,が女の子のことが気になって仕方ありませんどうしたらいいですか俺だったら9割方ここにフォーカスをしてで月に1回とか月に まあ、大き本当に多くて2回だねあの。かっこいい自分を作って、外の街に出かける日を作っていいんじゃないかと思う。実際に女性経験を絵に行く日。実際にコミュ力を磨きに行く日こっちに。これに完全集中しているせいで、それを一切やりませんってなると、あのまあ、それそっちが衰えちゃうから、まあ、月に1回、2回、そういったのをもうやる日を決めて、やるってのもありなんじゃないかと。思うそこはもう自分でその逆算してやっていかなきゃいけないで。俺にとってうまくはまったのはもう。 確か半年、7か月、8か月ぐらい、一切女性経験を切って、女性関係を切って、まあ、ほぼ友達も切って、もう完全に自分の,あの,この,お,金のお金っていう部分にフォーカスする、自分の夢に対してフォーカスする。で、その後も、8割、9割、これにフォーカスしてる今、今、うん。成し遂げたいことがあるから、うん。で、その空いた時間に女性を取り入れるって感じ。もしくは、一定期間、完全にその5登録を捨てて、 かから4ととにフォーカスするあななんじゃないかと思うそういうやり方で,でこれに関してはもうほに人に人それぞれ合うやり方があると思うから自分で見つけてほしい、うん、もしその女性関係とか友達関係がなさすぎてそれが自分のメンタルエルスに悪影響を与えてるんだったらそのことばっか考えて自分のビジネスに集中できなくなっちゃってるんだったらまあもちろん9割これフォーカスだけど1割そっちに時間をかけてもいいんじゃないかと思うそういった日を決めて。 そういうふうなバランスの取り方をしていけば、まあ、確実にこっちの成長するし、まあ、こっちはまあそこまで成長するかどうかは置いといて、だけど、その要素もまあ少,なくと少なくともあるってところ、っていう感じかな。まあ、それが俺はソリューションだと思ってます。うんまあ、難しいところだけど、そこは自分で考えて、えーまあ、バランスってのは取っていってほしい、うん。ただ何度も話してるけど、このチャンネルを通して、ね、9割が女フォーカスになってたら、それは自分でやるべきことできないよって話。うん 俺が話してるのはね、俺がこの動画をここまで話してるってことは、このベースの部分が全部できた上で女性関係積んでくださいねって、ね、言ってるわけよ。だからベースの部分できてなかったら女性関係は積めませんよって話。うん。だから今、メインの仕事だったりメインの学業あると思う。ね。その中でこの1から4を徹底してで、空いた時間でコミュ力を磨く、女性経験を磨く。で その辺がある程度クリアできなかったらもしくはそれ以上にモテにブーストかけたかったらじゃあ1から4プラス7の金、うん、5と6一旦忘れて7の金に集中、うん、って感じかなそう全部は一気にできないよって話で全部一気にできないからこの動画見てるでしょ、うん、全部一気にできないわけよだからまあ2択ではね金にフォーカスするかコミュ力女性関係にフォーカスするかそれは自分の今の現状を見て まあ判断ししてほしい今金がマジでなくてそれが持てない理由につながってるんだったらその女性権限積もと思っても多分持てないと思うから先に金でしょって話。でじゃあジョージジョージが話してるコールドシャワーとか瞑想とかジャーナルとかこの辺の自己啓発習慣は優先順位どの辺にあるのって話なんだけどこれらのものは普段のさっき話した1から4を 可能にすすするるそれを補助するための習慣です、ね、実際に規則正しい生活を送るためにこういったのをサポート要素としてサポートの習慣として取り入れてください、ね、なぜならこれらのことを取り入れると自己規律能力が上がって実際にやるべきことができるようになってくるからいい、ね、コロナ禍を浴びた方がやることができるようになってくるから瞑想した方がやることができるようになってくるからジャーナル書いた方がやることができるようになってくるからまあやらなくてもできる人はできるんだけどやった方が自己規律が持てるようになりますよってところ なぜならメンタルヘルスが整う、ね。やるべきことが整理されるとか、ね。あの、視力自重スマホを触ってないで、まあ、実際に自分自身との時間を作ることができるから。だからこういった習慣がある。ね。これらの習慣単体では、お前の人生は変わりません。ね。これらの習慣をやった上で行動を取るから、お前の人生は変わります。うん。だお前の行動を取るための、これはサポート要素であって、優先順位的には、もしこれなしでできるんだったら、これやる必要はないです。 うん、ただこれないとできないやつがほとんどだから俺は自分の動画を通してこれやった方がいいよって言ってんの自己規律が上がるから自分の,その自己管理能力が上がるからまあそんな感じですえー、まあ5分間にわたってまあ結構喋ったけどまあ最後まで見た人はまあこれを実際徹底していけばモテるんじゃないかと思いますってことできつい時こそやらなきゃいけないことやろうぜじゃあ